よし、というわけでじゃあでっかいマップ行くぞー。ユキもあのあれでしょ、米送ってくるでしょ。送ってこい、送ってこいって猫だからか、なんでだよ。よし、じゃあ出発進行。もう物落としてる、もう物落としてる、なんか物を落とした音が聞こえた。結構近い。なんて言ったの？ん？物を落とした。また礼拝堂？いや、もっと近い場所かもしれないす。下？ん？いや、あのブレーカーが下なんで。あ、なんかボスっと音聞こえたけど。でしょ？なんか、うん、あれはゴーストがやるやつなんで。なんかこっちで聞こえたよ。そっちで聞こえた？下？真下？わかんない。え、なにここ監禁室？あの精神病院なんで、そうっすね。何やろうとしてん、何やろうとしてん。ケザンの声ちっちゃい、あのあれなんだよ。近づくとでかくなるからさ。そう、あの私が下げてる。ケザンのマイクもあの遠ざけてるんですよ、音。なんかちょっと上行ってきますね。なんか上っぽくないか？うん、上っぽい感じする。なんか物結構落として。上右って感じだぞ。うん。なんかくっついてきちゃったけど。ここどこ？こっち。あ、そういえばなんかさ、アップデでさ、はい、真ん中の階段を黒くしましたって書いてあったけど、あれなんの？いや、真ん中の階段って何？あのアップデ情報も今朝まだ見てないっす。ちょっと見たんだよね。そこだけ覚えてる。ほら、あー、びっくりした。ここ階段か。なんか礼拝堂とかって落ちないよね。ありそうで怖い。モノアの産卵が、なんだろう、シャーって音聞こえる。なんかシャーって音聞こえません？なんか礼拝堂入っちゃった。アピールしてください。でも入ってすぐで落としたもんね。うん、そうっすね。入ってすぐで。こっち行くと遠いもんね。うん。ここの廊下とかって落ちないよね。ありそうで怖い。あ、そうだ、礼拝堂であのビジャバンないか見て。はい。うん、また物落としてる。なんだろう。はい、右側のなんかステージみたいなところに全部あるんだね。あ、なるほど。さっきもビジャ版があって、今タロットカードが置いてある。あー、なるほど、便利、探すのね。うん、何の声。あー、ここにあるのね。リールしてください。なんかけど入り口の方行ったら、なんか物を落としたりとか干渉したりする音します。あ、なんか危ない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 。
落ちそうになった今一瞬落ちそうになりました。ロソクつける。あ、ロソク消えた。封された、封されました。いや、多分時間経過じゃない。うん、まあ今朝も一回消された、あの消えたんで、なんかこのものって結構、あ、ここだ、ここ近い、ここ。あ、これだ。これバインダーとか、これだよ、これ、うん、バインダーとかじゃないですか。絶対これだよ。絶対これっす。バインダーって大体テーブルの上にあるじゃん。うん。ちょっと温度計で測ってきますか、そしたら。ナイスでーす。やっぱそこで合ってましたね。うわ、なんか落ちそうで怖いっす。すごい。あ、バイ、あ、本結構巻き散らかしてる。温度もそこで合ってまーす。もしもし、こんばんは。帰りましょうか。どこにいますか。もしもし、うん、喋りました。はい、メア妖怪音量ですね。またライティングかどっちどっちか。めちゃくちゃ物ぶん投げてくるんだけど。そうっす。なんか物ぶん投げるんだ。危ない、危ない。ひたすら危ないとしか言えないぐらい危ない。ビデオカメラどこに置いて、あ、そこ。そしたらもう一つこっちに置くか。落ちたらごめんね。え、やば。ガチで落ちそうなんだけど。なんかカクつくね。そう、カクつきますね。すごい。もしかしたらマップがでかいからかもしれない。うん。ライティング。メアだ。全然あれやん。あれやらないじゃん。ん？何？ブレーカー落とさないじゃん。うん。なんすかね、まだ不安定じゃないですか。この、アピールしてください。EMF 持っていきます。はーい。まあノート書かれたらそこに EMF 置けばなるでしょう。すぐ指向性マイク拾ってくんねんだけど、なんでさっきまでいっぱいポッポコポッポコしてたくせに。そうっすね、変わった。あれかな、電気消、なんか声拾った。
いや変わってない。なんか喋った。ああ、そしたらそれゴーストの声だから。オッケー、終わったり。終わってやると思う。スマッチタップ？うん。危ない危ない。落ちそう落ちそう。ああ、クリアしてますクリアしてます。あと EMF とスマッチで清めるか。今平均いくつですか？83。了解、まだ全然いける。やっぱこっちのマップでかいんだな。うん、でかいっすね。これはまあでかいっす、でかいっす。でかいのに一緒。あ、なった。 EMF は OK。姿を見せてください。どこにいますか？姿を見せてください。なんか仕様で、十字架が、うん、十字架でハントを防いだときに EMF が鳴るらしいです。EMF レベル2が検出されるそうです。マジで？それはね、教えてもらいました。まああとあれスマッチで炊いて骨見つけて帰りましょうか。骨見つけんの？まあろうそく持った状態で回ればだってまだ大丈夫でしょ。危ない危ない。落ちる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 。危ないな。なんだ不安定だな。やっぱマルチはすごい。これまだここだよね現場。うん、温度が落ちてなければ多分そこっす。じゃあ炊きまーす。あ、全然落ちてない。炊きました。0.5 とかある。うん、多分ここで合ってると思うっす。目標全部 OK です。はーい、踏まないか。じゃあ今のうちちょっと骨探しに行ってきます。あとあれか、まだまだタロット撮ってないですよね写真。何タロットの写真撮ってないですよね。あ、撮ってない。撮りに行ってきます。一回飲んでから骨探す？そうっすね。ちょっと小気度の減り具合を確認して。メアなんで現場明るくしてれば、ナサオさん一回飲んだ方がいいかな。これで100にしちゃいましょう。うん、97。うん、これで大丈夫。確実にハントはこれ。ろうそく持ってたら。ウィッ。ウィッ。ではろうそく持っていただいて、まあじゃあしらみつぶしに行きますか。はーい。ういうい。じゃあ計算右側で。あ、地下行ってきます。地下怖いでしょ。うい、うん、地下計算行ってきますわ。うい、はーい、うい。ねえ、これ見つけた場合さ、はい、言ったら来る？うん、一応行きます。行きますよ。
どさっきの保護室的なものは防音設備ついてんだ。なかった？え、まだそこの廊下の部分しか見てないけど、あ、了解です。地下は多分半分見ましたけどなかったでした。はーい。あと地下めっちゃ重い。地下めっちゃ重い。物が多すぎて分からないのもあるんですけど、地下すごい重い。地下一応全部見たかな。アンチ呪文見たんですけどない感じですね。死体がいましたよ。死体が。え、死体？うん、死体。こっち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 っすこっちっす。この一番奥、ここここで、ここ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 気持ち悪い。これアウトラストやん。え、女の人？これ動いたりとかしないよね。うん。しかもあれっすよ。ろうそくを置ける。ここ。なになに？こころうそくを置ける。ここ。ここ。どこ？ここ。ここ。ここ。ほら、ろうそくを置ける。開けた。すごい。口開いてるんだけど。うん、何に干渉する、まあけど結局干渉するものってハエとかには干渉しないと思うんで。ロッカー使え、あ、ここロッカー使える。ロッカー使える。ロッカー使える。ロッカー初めて見たよ、ここ来て。一応ハイドポジで。うん。ここのロッカー嫌くない？まあ。気持ち悪。上どこに行けばいい？ここか？ここではない。ああ、なるほど。これで何？何？いや、多分ね、今降りてきたのはこっちじゃないんですよ。あれ？え？一緒か？一緒だ。扉は一緒だ。どこ？どこ？ちょっと待ってください。そしたらここか、ここか。一つだけ扉の色が違う。こっちっす、こっちっす。え、本当に？うん、階段の、階段は多分ここで合ってる。昨日の計算かな。うん？何が？の白の
扉だけ階段って考えればいいかと。っていう今3秒で考えたでもう引いてもらえればいいかな。そんな動きだ。照明があるっていうことは階段もこれ現場になるってことかな。そしたら結構手ごわい。いやじゃあ。うん。手ごわいか。でも前のアサイラムもほら。あれはバグ。階段に電気。あれはバグ。あの階段の真下が多分現場だけど、ほぼ階段で証拠が集められたってやつですね。あれこっちだ。ここら辺は見たよ。見た。了解了解了解。じゃあ戻りましょうか。あとね、すごい落ちる。すごい落ちそうで怖い。ね、右の方はね、まだ見てない。了解です。うん、ってなると、この変な声も。ここは見て、うん、ここは見て、ここを見て、で、ああ奥もうないんだなーって戻ったところでケさんと合流して死体を見に行ったんだよね。うん。なるほどなるほど。やっぱこの変な声するじゃないですか。これ環境音だね。うん、環境音っすねこれ。全く現場と関係ない。あれだデッドバイデイライトのあのミッドウィッチ小学校のブルブルブルみたいな。そう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 。ミッドイチのあれと一緒っすな。まっすぐ行って右側を攻めるか、私がこっち側を行くか。うん。じゃあいや待った待った待った、ここあれや、普通にキッチンだわ。え、なんか拷問器具違うわ。ハサミ。聴診器だった。聴診器。うん、骨ないっすね。え、注射がある注射がある。ここもロッカーがあると。なるほどね。本当だ。だけどさ、ここさ、パッと始まると、ここの扉さ、ええ、施錠されるんだけど。ここら辺のさ、あの、最初鍵かかってたじゃん。ええ、昨日やって思ったけど、ここ鍵かかんのよ。うん。それなえ、向こう側行けないんだけどって。そう、それぞれ小さい部屋の集まりで成り立ってんのか、うん、重たい。それとも単なるバグなのかがよくわからない。あれかも、あの、マップ的に何ブロックかに分けられてるのか。そう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 、何ブロックかに分けられてる、あの、小ブロック、あの、小マップが、いくつものマップに分けられてる。フリーメイソンじゃないか。フリーメイソン、あ、ほんとだ。うん、ほんとっすね。なんか台って書いてあるよ、ここ。うん。あと、おい注射器ここか。マップ的には面白いですけど、すごい重い。やっぱ作りが重い感じです。重たいね。うん。あと無駄にさ、廊下に物置きすぎなんで。EMF なってんだ。あ、ライティングしてる音がする。今してライティングしてるんだ。あ、もう一個の方じゃない。そうっす、もう一個の方。まあ帰りに写真撮りに行きましょう。危ない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 。やべやべやべ、超落ちそう落ちそう。いや、もう、こういうホラー演出。クマちゃん。ホラー演出より今、落ちる方が明らかに怖いですよ。物がありすぎて。ここ一応ハイドポジっすね。ここ隠れられる感じっすね。ここ隠れるポイントか。そう。これハント逃げられんの。うん。いや難しいっすね。ここハント逃げるってかなり。うん。骨ないなこれ。探索にはちょうどいいかもしれないけど、今黒い階段じゃなくて扉じゃねえと思ったんだけど、うん、ああそう階段なんかあったっけ。いや階段じゃない扉。
なあ、これはなかなか難しいですね。骨がない。これ電気つくんだ。まあブレーカーついてるんで多分。ダウンライトの他に照明があるのね。なくないか。ないですね。え、本当に骨ないですけど。え、あと地下？これで。ここだけショーマップがいくつも生成してるからないとか、そんな感じ。地下行ってみますね。あ、地下行ってますね。了解了解。怖い、この地下。この地下の階段裏もハイドポジだな。いやここ。え、入れないだと、うん、入れない。ここはない。こっちだ、こっち側だ。こっち側なんですね。無理こないか、こんな。うん、無理っすね。あ、あった。ここにありました。ね、拷問部屋に頭蓋骨ってどうなの？で、カメラは？カメラはここにあるっていうので、上戻ってカメラ持ってきましょう。照明…なんかすごい声してる。そう、すごい声してる。帰りルート一応ライト、照明つけとくんで分かるようにはしときます。だから何もかも何もかもが分かんないんですか。うん、だから上の照明を見て、それで、あ、ここ帰り道なんだなって判断してくれたら。今つけましてる、つけてるんで。今どこにいます？頭蓋骨の目の前。あ、了解。じゃあ今行きます。カメラ持ったので。失礼しました。じゃあカメラ。OK でーす。じゃあ帰りましょうか。音が怖い。これが環境音っていうから怖いっすよね。こっちか。ね。ほんと。あうん。重たい。ほんと重たいんですよ、これ。V をしながら進んでると、ブル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 ってなる。ああ、確かに。ああ、危なかった。落ちそうだった。おっ。怖い。超怖い。マジで怖いっすよ、これ。なんか、重たいさ、波が来るよね。波が来ますね。ここどこ？こっち。
で礼拝堂があるからここに、こっちはもう出口だな、礼拝堂目印か、そう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 、で帰りにライティング撮って帰ればいいか、タロット写真撮った、タロット写真撮りました、うん撮りました、大丈夫ですよ、安定し、あ、超怖かった。マジで怖かったっす、これ。これしんどいね。しんどいっすね、これ。これ、上の方行けてたんかなっていうレベルなんだよ。なんか、うん、わかんない。上の方あんのか。どうやって行ったのか。とりあえず横はこれ完璧に行ってますね。中庭は行ってないもんね。行ってないっすね。行ってみますか。小気度今、83。まだ全然余裕っすよ。え、ろうそくぶん投げちゃったんだけど。まだあるっすよ、ここに。ここに。礼拝堂を左に曲がってまっすぐ。あ、でもね、昨日、ちょろーっと中には出たけど、この上の方の部屋ってどう行くの？廊下があるから。じゃがりこないなかった。廊下があるって、廊下を突き進むと、ある。とりあえず礼拝堂のすぐ近くに廊下があるから、廊下の面を見ると分かんないっす、なんか見た感じあんまなかったかするんですけど、いやーよく分かんねえな、礼拝堂があって、礼拝堂がここ左だよね、ここ左っすね、あーこっち行ってないね、確かにこっち来てないんじゃない、来てないっすね、ほらしかもなんで照明ついてんの、はお前なんかしたか、今何もしてない、今のガッチャはゴーストの音、え、え、何今ゴースト歩いてた、何歩いてた、歩いてた、ゴーストが、ゴーストが、ゴーストが歩いてました、なんでわからん、なんでここ？え、なんで？ここが中庭。めんさー。あ、危ない危ない危ない。超危なかった。怖い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 。ああ、怖い。お前の一言が一番怖えよ。いや、落ちそうで怖い。やばい、何ここ、多分外扱いだからここゴースト来ないんじゃないですかね、来ないかな、なんかでも物置いてあるからなんか怖いんだよね、うん、抜け落ちるな、うわびっくりした、中庭の出入り口はここだけ、いや多分逆側も真ん中突き抜けてた反対側も多分そうじゃないですかね、あ、あります、出口あります、あ、2箇所、2箇所っすね、ん、上の方はどうやって行くんだい、上の方、上の方、うん、あ、そうっすね、地下行ったけど2階には上がってないっすね、考えてみたらけど、2階階層ないっすよね、これマップ上には階層はないはず、汚いの、あ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 、はい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 、あるライター、ランドリールームがある、ランドリールームがある、なんか運営頑張ったねって感じ、うん、だけどクソ重たいな、そう、だからクソ重たいっすね、これ、ほんと、あーやばいね、怖いでしょ、怖いでしょ、落ちるのめちゃビビビビビビビが怖い、そう、魔女見てるんだろうな、いやどうだろう、見てないんじゃない、今頃多分、あ、いや消化っていうか練習に入るんじゃない、うん、FF のレイダの、ここは扉ない、こっちの方が現場になった場合ちょっと難しいなぁ、あー、ここにもね扉あるよ、
はい。ああ、なるほど。なにこれ、なんか燃えてる。違う、これ血の跡？なにこれ。え、焼却炉？いや、燃えた。焼却炉かな。焼却炉。うん、焼却炉。いや、これ多分遺灰を、ね、遺灰だと思うんですよ。ああ落ちる、危なかった。多分死体安置所開くんだけど。そう、うん、だから中に入れて燃やす、火で燃やすって感じじゃないですか。だからこの赤いやつって燃えた人間の体とかってやつじゃないですかね。下さんどこに入りたい。嫌でる、嫌でる、嫌でる。何甘えないでください。甘えないでください。赤ちゃんプレイはちょっと甘い。びっくりした。あ、ここがあれか、うん、なんか更衣室みたいなところかな。あ、で、こっちに、まだあるんだ。ここはハイドポジがないんで多分チェイスになるんじゃないですかね。あれ、どこ行きました？ナサオさん、まだいます？こん中。はい、うん、どこにいます？ええ、あ、こっちから聞こえる、こっちから聞こえる。あ、はいはいはい。え、何の声今の。かぼちゃ。さっきゴーストが出てきたのがちょっと気になるんですよね。現場は多分まだ移動しないと思うんですけど。ついてきちゃったんかな。いや、メアはそこまでついてこないと思うんです。照明に関わるかどうかのゴーストなんで。ついてくるにしてはすごい行動範囲が広い。広かったね。うん、あ、なんかね、こことここで音の区切りが違う。こことここで、ここ通過すると音が区切れられる。多分小さいマップがいくつもあるって考えるべきかと。ってなるとここかなり、待って、はい、もう方向が一瞬分かんなくなった。あ、けどこっち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 行けば多分中庭がここにあって、多分この先が礼拝堂だと思うんですよね。あ、広ー、黒板だ。やだ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 、なんか変な音する。でもここまで遠いとメアーかって、あれやな。そう、ただパッと始まっても鉛筆中、鉛筆中、鉛筆中、鉛筆中。あ、これ持ってる判定ある。ん、持てる判定。鉛筆持てる判定ない。ああ、持てますね。封鎖されて。ああ、鉛筆も捨てられるんだ。うん、なるほど。ああ、でかなり奥の方まで。あ、けどここ空いてるっていうことは行きましたね。ここはここ扉開いてるっていうか、開けた感じがあるので。あれかな、すっ飛ばしていったかな、うん、そうそうそう、プラスって見えへんねんな。あ、でこれこっちか、こうやって戻れば帰れんのかな。うん、ここ礼拝堂なので、ここ礼拝堂っすね。なんでここの扉閉まってんの。行ってないから。いや、行ったな。だってそっちから行ったじゃん。うん、あれおかしいね。で、そこの扉のところ行ったね。さっきあれだ、お化け具現化したからだ。あー、なるほど。頂上で。ほんと、ほんと何の施設なんですか。半分は、半分は多分精神病院だけど、カトリック系であり、あの、アウトラストの世界だと思います。はい。耳が痛いこれ。あ、ブレーカー落とされてる。わお。でも 83% あるし大丈夫。そうっすね、大丈夫っすね。あ、ここ置けなくなってる。
なんか、よくわかんねえマップだな。そうっすね、まだ、うん。よくわかんない、ほんとよくわかんないっすね、これ。これについては。なんでこれカラフルにしたんだろうね、ここだけ。こことキャンプだけなんでカラフルなんだろうな。ああ、まあ、まあ、けど、リッチビューとかタングル、ああ、危ない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 。怖い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 。リッチビューとかタングルはもう昔からありますからね。もうそれで行くしかないんじゃないですかね。じゃあ帰ろうか。了解です。帰りましょう。410ってなかなかじゃん。400、え、経験値480もらえたんですけど。ね。どうしよっか。ちっちゃいキャンプ見てみたいな。ちっちゃいキャンプ、了解。やる？OK でござんす。昨日の鮭はね。なんかすげえ重かったぞ。あ、危ない危ない危ない、怖い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 。なんだ今。幼稚園。え、なんで毎回雨なの？なんでですかね。雨です。あ、本当狭いっす、ね。小さんね。こすってまい。あ、ジェイソンいなくなっちゃった。ブレーカーが。あ、どうなってんだこれ。あ、トラックがあって、右、まっすぐ行った右。はい。あ、もう扉開けた、落とした感じがするっす。どこの、ガチャッ、うん、ガチャって落としました、ね。あ、大変だ、ここの、ここに入ったら死ぬ確定じゃん。あ、頂上どこ、あ、右からこう音聞こえる、ここ、ここにいる。どこだ、え、どこ、何がいいの。けどまだ頂上が続いてる。どこ、ファントム。ただこの白い、この白い部分のあたりに点滅が合ってた。あー、でもファントムではないね。ファントムではないですね。腕輪じゃなくて、なんだっけこれ、あの、これ動いた、これ動いた。投げ輪、めっちゃ動く。ファントじゃなくて、ちょ、あ、投げ、もしもし、こんばんは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 。どこだ、
ぬぬさん今小気度いくつですか。もしもし、こんばんは。そこにいた、やっぱそこっすよね。ここにいますか。ちょっと小気度いくつ言う。え、70。また出てる。よく出るね。そうっすね。そうっすね。60だけどね。けど、あの白いテントで合ってますよね。たぶん。たぶんそこでいいと思うよ。ええー、ですよね。ですよね。でも、証拠がまだだよね、きっとね。スピボが終わるまでちょっと待ちましょうか、マサオさん。うん、ベースかな。助けて助けて助けて。なんかさ、私行くとこ行くとこずっといるんだけど。これモーロイじゃないよね。モーロイじゃないよね。バンシーとかでもないよね。モーロイはそんなことしないっすね。だってだんだん右へずれてってるよ現場。シャワー出してたよ。シャワー出してた。広いな。うん、だんだん最初ここの一番左のテントで。もしもし、こんばんは。帰りましょうか。どこにいますか。もしもし、こんばんは。帰りましょうか。温度計で探すか。これは確か僕飲んだ方がいい。飲んだ方がいい。一旦飲んでください。なんかもうなんだろう、ぶん殴りたい。どこだ。あ、ライトマネ、ライトない、ライトない、ライトない。ぶん殴りたい、あいつ。あいつぶん殴りたいんだわ。いや、ちょっと待って、マジで。これわからん、マジで。塩踏んでる。確かにシャワー室、あ、ボト、こっちでも飲もうとした。赤テント 5.1 度、 6.1 度、けど 11.6 度。ん、ビールしてくだ。あ、ドアガチャした。ドアガチャした、はい。レベル2、レベル2。指紋は？指紋あるよ。指紋ある、ナイス。お、ナイスでーす。じゃあ、ここであって。ここで会ってる。なんて言ったぬぬ、今なんて言ったぬぬ。ぬんぬん。焦点か。うん、白い息出てます。77。ば、これでライティングがあれば、でも。ミミックの可能性もあるのか。そう。一応デーモンケアしますわ。で、デーモンはアップで入ってから70ハント。
レベル5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 はーい。ジンってこんなことするっけ？ジンってこんなに活性するもんだっけ？活性するときはするけど、姿見せたとき、まあ減ってるな。確かにどこにいたかわかんないね。うん、でも結構いろんなとこ範囲が。あ、でもトイレのとこにいるよ、ほら見て、モーションセンサー引っかかってるもん。指向性マイク指向性マイク半途回避あるよ。どうする？あー難しいっすね。どこで隠れればいいんだろう。びっくりした、ゴーストの声超聞こえた。ゴーストの声拾った。了解でーす。帰ろ帰ろ、怖え。骨は？骨も最初にねんねん取った。あ、ナイスです。新しい服装って何？分からん。アイディアメーカー。帰るよー。はーい。これハント回避ってどこに逃げるの？どこに逃げる？このマップでほぼ逃げられなくね。報酬めちゃくちゃ渋くないですかこれ。まあ写真全部撮ってないですからね。それは言っちゃあかんやつよ。あいつはもう、あいつはもうあれはあいつはもうダメだから。あの、そのゴリラは嫌いです。そのゴリラは嫌いです。ユッケのユッケのそのゴリラは嫌いです。涙のビームを流すゴリラじゃねえかよ。あのちょっとやらせ系がちょっとどうかな。やらせ系はだいたい YouTuber はやらせしか合いませんよ。あと VTuber はあと VTuber の中には自分の体を触してだいたい視聴者をする やつらもいるので、そこら辺は気をつけてください。すいません。はい、ファンボックス。あなたのことじゃないですよ。申し訳ないです。あらかうことではないですよ。そもそもまずそもそもまずそのことすらまず私は知りませんでしたからね。うん、はい、じゃやります。はい、行きましょう。よろしくお願いします。マジかよ。楽しい。おお、怖い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 怖かった今。マジかよ。俺がエッジフィールドロード。エッジフィールドロード。エッジフィールドロード、どこですか？どこですか？エッジフィールドストリートハウスがエッジフィールドロードに省略されてるって初めて知ったんだけど、エッジフィールドロード。ここの住人は昔住民の名前は正直書いていません。これダブルさんじゃないですか？
許してください。あれ？ブレーカーなくね？あれ？ブレーカーがないですよ。ブレーカーがないよ。え？ブレーカーないよ。ブレーカーがない。見当たりません。ダメ変わってるからあれじゃない。一応地下に表記はあるんですけど、地下か、地下かな。見た目が変わりやがって。あ、これだ、これだ、めんどくさい。これです、これです、ありました。はいはい。そうだ、見た目変わっ、あ、氷点下、氷点下、そうそう、氷点下、地下氷点下、本当だ。うん、扉触った。お前はやばい、お前はやばい。これどこに置けばいいんだろう、これ。2箇所。とりあえず見渡しのいいところに置いとけばなんとかなります。そして幽霊たちがイチャコラやっているところを盗撮してやりましょう。もしもし。オーブ飛んでます。オーブ飛んでる、ちょうど。え、嘘、うん、飛んでた？飛んでる、飛んでる。中央、中央、中央。幽霊の生の死ですね。今どっといた場所？オーブ飛んでます。物落としまーす。これ閉めといたらいいのかな。うん、閉めなくて大丈夫ですよ。75% 了解です。喋るのでミミックの可能性ありますね。このペンチでボーストの沈房をぶっちぎってやりましょう。待て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 、配信指紋は今んとこなしですね。飛び触った。指紋今んとこなしです。あ、レベル2。二箇所触ったんですけど、もう圧がすごいな。圧がすごいな。指紋なしですか？うん、指紋2箇所触ってとりあえずなかったです。ヌルさん喋ったんですよね、スピボ。音量が喋ったよ。うん、じゃあ音量でいいかと思います。あ、骨まだっすね。ちょっと見てきます。アピールしてください、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 アピールしてください。
危ない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 危え？ブーちゃんは取ったのよ。あ、取ったの。ここ、ここ、骨。同じところか。うん、同じところ。調べといてください。本当面白いんで。ヌヌほら写真があるよ。ヌヌ。おいヌヌゲ。え？写真があるよ。写真。写真がある。ゴーストの写真をって。73。で、ハントか左やります代表者。代表者。まあ、ここは。代表者。OK、そうよ。わかりました。けど、ヌンさんもスマッチ持ってるんで。あ、そうだね。ヌンヌンでも。あ、でもヌンヌン写真。あ、写真撮る。誰か写真。じゃあ、けさん炊きますわ。で、ノさん、カメラ持ちますわ。あの、あんまいると成功率が下がりますよ、うん、いずれかのプレイヤーがハント回避だから、一人でも死んだらアウトですよ。もう一応、言い換え直すと、これってすよってヌンヌンじゃカメラ。じゃあまず計算と私でやってみましょう。うん、了解。はい。こう。めっちゃ持ってくれやんスマッチ。どこに入れようかな。子供部屋。子供部屋のロッカーは空いてるっす。あと。子供部屋のロッカー？うん。そっちじゃない。こっち。え？こっち。こっち。ここ。ん？
ここのロッカー。ああ、クローゼットね。そう、クローゼット。ロッカーって言うから、ばかよ。びっくりした。で、ここに来たところを写真撮ろうと。待機。エルダ待機。モーションセンサーとか置いとく？スマッチをつけたボタンがよくわからないですよね。ボタン配置とか。右クリック。いや。右クリック。パッド勢です。パッド勢です。知らん。知らん。もう二人してなんかキラキラにするやん。パーリーないじゃん。うん、まあ分かりやすいっすね。なんでお前後ろにおるの？明るい方がいいでしょう。ここにした方がいいか。パーリーない。あ、ちょっと待って。あの、栄光のロード作んないとあかんって。上のあの、私部屋絶対間違える。100間違えるからね。さっき言っとくけど、上がったらすぐ右、上がったらすぐ右、上がったらすぐ右。そのさ、ライトさ、うん、ここに置かない？ここに。ここに置く。ここ。もうめちゃくちゃだよ。いや、このわちゃわちゃ感がね、また楽しいんだ。俺がもう飛んだよ、これ。今69です。意外に減ってない。今回電気ついてるしね。うん、じゃあ暗いとこいますか。てか、こんなパーティー会場みたいな家誰が住むかって話。パンティーとは言ってないぞ。パンティーとは言ってませんよ。言ってませんよ。言ってませんよ。ティーバッグの方が良かったっすか？いや、ちょっとそれは運動しの方が。すいません、一旦スマッチ一本無駄にしていい？一本無駄にしていい？ボタンがわからん。ボタンがわからん。スマッチ使う。あ、了解了解了解。こっちで。ミークイックですよ。あの、パッド勢なんですよ。私と同じこと言った。パッド勢なんですよ。あれ、写真って左クリック、右クリック、どっちだ？あ、ボタン配置全部変わってるからな。右です。右、了解。じゃあ。汚染座待機。なるほど。ライトトリガーなんですね。使うボタンは基本的に全部。ライトトリガー、ライトトリガー、ライト、なんだい。うん。何なのか戻って。ライターも火つけるのはライトトリガーと。まあ、右クリックですよ、私たちは。うん、ええ。一緒だ、そこは。一緒ではないですけど、ライトトリガー。ヌンヌンが超明るくしてくるじゃん。もっと明るくしましょう。もうほんとパリピンしましょう。パリピン。暗いところに行ってカチャンってなったらあそこ行けばいいの？そう、そうです、そうです、そうです。さっきのクローゼットのとこに行けば大丈夫。てか、マジでびっくりした。よく名前覚えてましたね、私の。ほんとに。いやー、まあ、基本的には。忘れる人もいれば。あ、怖い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 。怖い。これ多分一番忘れられる枠なんですけどね。大丈夫かそれ、スマッチ。うん、まあ。分からん。俺が使いますよ、じゃあ。ああ、いいっすか。ここに置いてきます。ライターとあれ貸してください。はい。ちょっとカメラよろしくお願いします。じゃあ、カメラよろしくお願いします。あのね、自信がないけど、呼びスマッチ部員でいる？もう。カメラ3人いるんだけど、笑うんだけど。いらない。ちょっと待って、みんなカメラ持って、みんなカメラ持って、ちょっと撮りますよ。波状攻撃。みんなカメラ持ってください。横向いたら2人ともカメラ持ったのも。まあ、3人で映せば、誰か1人撮れてるんじゃねっていう理論ですよね。いや、全員同じ写真撮れてた。ヌンヌンの股間からのスマッチ出すのやめてもろっていいですか？いや、保管がカメラ出してもらってる。いいから、うん、かかってるんですね。とりあえず俺は、あの、火つけてぶん投げる、はい、とりあえず。はい。はーい。
が2年前よりも多かったかな。鬼消したもうちょっとおとなしかったよ。おとなしくねえよ。あ私は2年前よりはグレードアップしてますよ。なるほどなるほど。声は覚えてなかったけど、でもまあ声は変わってない。声は変わってませんよ多分。ブーズサービスしちゃいます。ヌヌさん、ブーズ、はい、はい、せしちゃいます。初めて回収した時をパスワードで。あー、なるほど。まあ、基本的にはパスワードで。パスワードパスワード多分、セブンデーとパスワード。どこにある？ライター、ライトがないから消せないのか。また言ってたけど。見えないですよね。ミヤだ、ミヤ。ブードゥ張り刺しまーす。はーい。おいでな、うわー。来るぞ。一針。こんな凄いと言ったり。二針。際どいネタを使う、言ったりなかったり。どうしますね。スイーティーと3針目いきまーす。スイーティーと3針目、はい、4針目、はい、5針目、はい、早い早い、6針目、はい、7針目、はい、8針目、はい、心臓、うち死んだんだな。うちが死んだ。アント回避失敗です。これ投げたんだけどな。なんでやねん。まあ29なので、ハントはすぐ来ると思います。なるほど。ゴーストの写真撮れなかった。当てたんだけど。いや、もう一枚。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あと2枚。カメラ全座待機。あれ、いや、ゴーストの写真。残弾数がね。ゴーストの写真はあのジャーナルの対象にならないので、うん、カメラある分だけ。判定にはなります。なるほど。でもまだ一枚もあれやね、カメ取れてない。カメラ貸してください。カメラ貸してください。そこら辺に下に落ちてますよ。下にこれ、これゼロなの。ゼロなのよお姉さん。ゼロなのよ。ゼロなの。あの、何あ、え、モーションセンサーここについてるんだわ。カメラあります。カメラ、カメラを投げまーす。ここのモーションセンサーつきました今。そこのどこ廊下の、どこどこ、カメラどこ、カメラどこ、カメラどこ。いや、落としました、落としました、落としました。そこ階段、え、階段下、階段下、うん、あ、ありがとうございます。はい、今廊下のセンサーもついたんだけど、うん、いや、取ってすぐ逃げましょう。ワンチャンここ、ここ空きする、廊下空きする、うん、ワンちゃん。ヌンヌンの死体取りたかったけど。いや、そこにいますよ。うん、来ないな。27だからもう来てもおかしくはないですけど。あれでも、ケサンいなくなってハント来たら僕たち死ぬからね、どっちか。俺は死なねえ、俺は死なねえ。取られたー。誤爆した。ぴょこ、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 ぴょこ。なんだろうな。巨金、巨金、巨金、巨金。聞こえない。あれだね。同じ方向にくっついてきちゃったんだろうね。多分詰まってあったけど。
おい、真っ黒くなって出ておいで。キスがきれいだ。私は2年前をグレードアップしてますよ。グレードアップってなのこれ、ダウンじゃなくてアップ、本当にアップ、グレードアップです。松崎キゲルが現れた。楽しい方やなって。クライムカード松崎キゲル。ハント。来るよ。下にいます、ね。見えない。上にいる。見えない。本当に見えない。ちょっとごめん。写真撮れんがな。あとフィルムは何枚？知らんす。撮れなかった。俺撮ったのにもうラストだった。あれがこれがゼロ。1枚あるけど、あと1枚、でももう決まっちゃった写真が。あ、でもジャーナルの写真に残んなくても概要で見えますよ。内容補助、わかりました。スマッチある。ナイス。多分ヌヌさんが使ってケさんが試しに使って今1本使ってもう1本あるはずなんですけど、この落ちてるのは。あ、でもさっきオニキスさん最初に使ったよね。そうだね、使ったね。ケさんが使って、オニキスさん使って、もう一回ケさん使って。あ、じゃあないはず。使ってるんだったら。でもヌンヌンあれだよ。うん、あ、そっか、ヌンヌンもスマッチ持ってたか。うん、諦めよう。しょうがない、もうスマッチなかったら無理。逃げればなんとかなるんだよ。音量でいいんだよね。はい、音量で。帰るよ。はい、帰る。お家へ帰ろう。お家へ帰ろう。よし、ありがとうございました。今日はね、0時までっていうことで ね、こちらで終わりにしたいと思いますよ。了解、最後の時に来れてよかったぜ。なんかルンヌンがね、崩れ落ちていく姿は面白かった。